told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.着いた。東京成田空港を出たのが1時半ぐらいで、今が午後の4時半ということでね、ずっと、移動してきましたね。釧路空港着いたらちょっとね、二言三言喋ろうと思ったら、連絡バスとのつながりがもうすごい優秀すぎ、多分ね日本一すごいんじゃないの。もうね喋る暇もなくねバス乗っちゃったんでね、釧路フィッシャーマンズっていうところにね、バスターミナルに着きました。さてこの日の最高気温は 21.8 度、9月下旬の釧路にしては暖かい方なんですけど、東京から来るとひんやりしてね、上着着ちゃいました。僕ねよく旅に行くと夕日を見るようにしていて、夕日が好きなんですね。でここ釧路に着いたらもうすぐ二の一番に見たい、それがねやっぱり夕日なんです。で今から夕日を見に行きたいと思います。ということで向かった先はぬさまい橋。ほらすごいでしょ、橋の上に人がたくさん並んで、ここ夕日のスポットなんです。どうですかこの釧路川に架かるぬさまい橋から見る夕日、それはもう光り輝いて、旅も相まってこれこそ旅情を感じるってもんなんです。さてこの釧路の夕日、世界三大夕日の一つと言われており、その昔釧路港に来た外国船の船乗りたちの口コミによって釧路の夕日の美しさが広まったようなんです。あー釧路の夕日よ、いずこへ、お前はどこへ行く。いやー夕日って本当にいいもんですね。思い出深い夕日っていっぱいあって、数上げたらねきりないんです。本当どこもねいい夕日してたんだけどね、ここをこの釧路で見た夕日もね多分忘れられない夕日になったと思います。もうとりあえずギリギリ、まだ日没はまだまだ先だと思うんですけど、今日ね大きな雲が出てね、その雲にね隠れちゃったんだよね。だからね本当ねこの夕日間に合ってねよかった。釧路について初めて見る景色、それは美しい夕日、そして冬の始まりをほんの少しだけ感じた釧路の夕方でした。釧路の夜でございます。ということでね、ここ釧路実は一泊しかしないんですね。それで何を食べたらいいか、まあ釧路のグルメいろいろあるじゃないですか。例えば鶏の唐揚げザンギ、それからスパゲッティの上にカツが乗ったスパカツ、そしてここ釧路海鮮美味しいと思うんです。そんな海鮮をね焼いて食べるロバタ焼き、そしてここ釧路を中心としたね地元にしかない回転寿司、これ事前に YouTube でアンケートを取らせていただきました。そしたらですね、なんと18人18票の、
アンケートの答えいただきました。本当にありがとうございます。本当にね嬉しいんでね感謝申し上げます。その結果ですね、なんと、地元にしかない回転寿司、これが第1位だったんでね、今回釧路ではね地元にしかない回転寿司を食べに行くことにしました。それがあちらのお店です。というわけで地元にしかない回転寿司、それは祭り屋新橋本店。この祭り屋は根室生まれの釧路育ちの回転寿司チェーン店なんです。今や道内に9店舗で営業しているんです。さあ店内に入ると回転寿司なのにお寿司が回っていませんでした。これって新型コロナウイルスの影響なんですかね。ちょっとよくわからなかったんですけど。さあ注文は液晶パネルでの注文でした。これって商品の写真も値段も見えるし僕の好きなタイプです。いいですよね液晶パネル。さあ祭り屋でいただく最初の一品は道東産の油ガレイ。この油ガレイっていわゆる縁側的な部分がたくさん取れると思うんですけど、まあ安いしね食べてみよう、まあそんなもんなんだろう味ってと思ったらですね、これね口に入れてびっくり、美味しいじゃないこの油ガレイ。これって道東産だし新鮮だし美味しいってこと？いやびっくりしたんですけど、続いてはですねこれ釧路産だから食べとかないと、イワシです。そのイワシ箸で持つとプル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 っと震えちゃって、これねネタが大きいんです。そのイワシ口元へ持っていくと香りが最高にいいんです。そして口へ入れると食感がいい味もいい。このイワシ選んで正解、本当に美味しい。さて続いては道東産のタコ足いきます。もう北海道産道東産釧路産こういうとこからね攻めていかないとね。そんな道東産のタコ足、ネタが大きくてこれまたいいんですけどね、正直味の方はまあ普通かなって感じでした。まあそれよりね何よりちょっと硬くて噛み切れないんですねこのタコ。これはちょっといまいちかな。さあ続いては祭り屋人気第1位のサーモンいきます。僕普段お寿司屋さんでサーモンを選ぶことはないんですけど、やっぱり北海道来たらサーモンって食べたくなりません？そのサーモン口元へ持っていくとこれねサーモンのいい香りがねうわーっと顔の周りに広がるんです。そして口の中へ含むとこれびっくり、サーモンの甘みが口の中へわーっと広がるんです。このサーモン美味しい。さあ続いてはマグロの赤身いきます。僕本来お寿司の中ではマグロの赤身が一番大好きなんです。まあ特に北海道産とか釧路産というわけではなさそうなんですけどね、他のネタと比べたらちょっと厚みが薄いかなって感じはしたんですけど、まあ普通に美味しかったですよこのマグロの赤身。さあ続いては厳選道内産のホタテいきます。僕ホタテ大好きなんですよ。お寿司のホタテって美味しいと思いません？そんでもって順番的にちょっと味の濃いもんもね欲しくなってきたんで、さあそのホタテ甘みがあってそしてプリップリ、もう食感もいいし本当に美味しい。これも選んで正解。さあ続いてはホッケ握りいきます。このホッケってあのホッケ焼きのホッケと思ったんですけど、ね、やっぱそうなんです。生のホッケを握りにしたもので全く生臭さを感じることができないんです。これって漁場が近いからできることなんですかね。まあちょっと調べてみたら北海道のお寿司屋さんでは結構メジャーらしいです。さてそろそろお腹が満たされてきたんですけど、どうしようかなもう一品と思ってイワシに戻っちゃいました。だってねこのイワシ美味しいんだもん。いやー噛み締める、美味しさを噛み締める、幸せを噛み締める、本当に幸せです。というわけでここで生ビールを注入します。いやー駆けつけ一杯やりたいとこだけど、ビールでお腹が満たされちゃうのは嫌だったんでね。でそんでもってビール飲んでたらなんかおつまみ欲しくなっちゃって、お刺身たらこ握り食べちゃいました。そんなたらこ握り、たらことシャリの間にしそが入ってるんです。だから風味も良くてたらこのつぶつぶ食感もいい、
そしてこのシャリ、他のネタと比べてちょっと小さめにしてあるんですね。こういうとこいいですね。バランスが良かったです。根室生まれ釧路育ちの回転寿司祭り屋、本当に美味しかったです。徳馬、というわけで祭り屋行ってきました。油ガレーとイワシ、うまいじゃん。ねえ、ネタが大きい。でね、ネタが大きければいいってもんじゃないんだけど、まあ、シャリとのバランスも良くて、本当に美味しかったです。あんだけ食べて3000円ぐらいだよ。安いよね。そしてね、何よりもね、ちょっと寒いね、やっぱり東京よりね。身が引き締まる思いです。今日移動しかしてないんだけど、ビール一杯飲んだらすんげー疲れちゃった、ということで、ね、やっぱり疲れを取るにはね、お湯に浸からないとダメだからね。今回は、ここ釧路の地元にある銭湯に寄って帰りたいと思います。ということでやってきたのは釧路市の銭湯栄湯。露天風呂とサウナと水風呂もあって本格的な銭湯なんです。それでは最後に一言いきます。釧路のお寿司で心を豊かに、楽しかったでしょう。じゃあお風呂行ってくるか。お寿司食べて銭湯、最高な夜じゃないか。はい、おはようございます。タピルトミーです。ということで今日はですね、北海道、特に道東に来たら一度行ってみたかった摩周湖を目指して走ります。さあ、今回の食べる目的はジビエ料理。まずはその前に摩周湖を見に行きます。いやー、すごいね。本当にすごいよ。もうすごいしか言いようがないね。もう広大すぎ、北海道の景色。広大な景色に目を奪われながら走るドライブ。北海道って本当に車の運転が楽しいなぁなんて、そんなことを思いながら、まずは最初の目的地摩周湖に到着しました。よいしょ。いや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 、着いた着いた着いた。いやー疲れた、長いね。いや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 、摩周湖のいくつかある展望台の一つ、第三展望台に到着すると、眼下に広がる景色に目を奪われるんです。もう北海道ってさ、自然そのものがもう観光遺産だよね。スケールが大きすぎちゃって、ほんとね、すごいしか感想が出てこないんだけど、本当にその通りなんだよね。もうこういうさ、雄大な景色を見てると本当ね、心が広くなってくるっていうかね、穏やかになってくるからね、いいよね、こういうのを見なくちゃやっぱり、いやーすごい、うわーすごい、もうね綺麗すぎる。もうね、北海道、ここ特に道東に来たら一度見たかった湖、それがこちら。どうですかこの美しさ。これが摩周湖。吸い込まれそうなほどの深い青色はまさに摩周ブルー。神の湖と呼ばれる神秘の場所。何これ、もうめちゃめちゃ綺麗じゃん。いやーすごい、本当にすごい。耳にしたことがあるんです、霧の摩周湖。しかしこの日は秋晴れ、風もなく、その青さが一層際立っているんです。いやー、霧の摩周湖も幻想的でいいんでしょうけどね、秋晴れの摩周湖、摩周ブルーが見れてね、本当に幸せです。いやー来てよかった。人々を魅了する摩周湖、ここに来てその意味が分かりました。さあ、摩周湖を後にするとジビエ料理を食べに川湯温泉へ向けて車を走らせます。今日の北海道道東、ちょっとね、記録的な暑さになってるんですけど、ここ見えます？ 27.1 度、
でもね、せっかく川湯温泉来たんでね、ちょっと足湯ぐらい使っていきましょう。ということで、ジビエ料理を食する前に川湯温泉なんでね、足湯に使っていきます。その温泉見て見て、色がグリーンなの分かります？これ泉質の酸性が強いせいなんだとか。なので川湯温泉のお湯に釘をつけておくと2週間ほどで溶けてなくなってしまうほどの強さを持っているんです。さあ、そんな川湯温泉のお湯に足をつけているとなんだか白いものがふわふわと浮いているんです。これ湯の花なんです。ちょっと映像では見えづらいかもしれないんですけどね、湯の花があるということはお湯の質がいいということなんです。そんな川湯温泉のお湯、たかだか足湯だけなんですけど、他のお湯と全然違う気がします。それは上がった後にわかります。足が真っ赤っか。いやー、これは効く。さあ、足湯から上がると川湯温泉でいよいよ食事します。やってきたのはこちらのお店。食堂の名にふさわしい、よくありがちなメニューがこのように並んでいるんですけどね、メニューの一番上の方を見てみると、ほら、普通の食堂にないよ、こういうの。当店自慢のエゾシカ肉料理。さあ、今回の目的はジビエ料理、エゾシカ肉を食べる。さあ、注文したのはラーメンがついたエゾシカ定食。そのエゾシカ肉、言われなきゃ豚肉みたいで、まあちょっとわからないぞ。ということで、私食べるトミー、生まれて初めて口にするエゾシカ肉、いただきます。するとどうですか。まず最初に思ったのは柔らかいんです。これ調べてみると、鹿の肉が柔らかくなるまで冷蔵庫で1週間から10日寝かせるみたいなんです。そして甘みのある味はご飯がもりもり進む味なんです。豚の生姜焼きを食べるときってご飯が進みませんか？例えるならあんな感じなんです。あ、そうそう、このエゾシカ、店主自ら狩猟と調理をしているんだって。いやー、すごい、ハンターですここの店主。さあ、ある程度エゾシカ食べたらセットのラーメンいきます。そのラーメンにも入っているんです、エゾシカ肉。これ豚のチャーシューじゃないんです。そんなラーメン、まずはスープからいただいてみると、しっかりとした塩分が効いた醤油ラーメン、それでいてすっきりあっさりとした味わいなんです。これってまさか鹿の骨で出汁を取ってるんですかね。どうなんでしょう。さあ、続いては麺食べます。その前にこの麺見て、白っぽい色してんでしょう。結構特徴のある麺だと思うんです。口にしてみると、うん、食べ応えのある太めの麺でした。さあ、続いてはエゾシカ食べます。このラーメンに入っているエゾシカはちょっと薄めに切ってありますね。まるで豚のチャーシューのような感じ。まあこれ口にしてみるとちょっとわかりません。ホロホロっとした味わい、食感なんです。そんでもってこちらの厚めに切ってあるエゾシカ食べてみると、これラーメンのエゾシカと全然違うんです。このエゾシカ肉、ご飯がもりもり進むのはもう分かったんですけど、ビールで一杯やったらこれつまみで美味しいかもしれないですね。まあちょっとこういうのって贅沢なんですかね。ジビエでは当たり前ないような感じなんですかね。まあちょっとわからないんですけど、何はともあれ初めて口にしたエゾシカ肉、こんなに美味しいとは思いませんでした。鹿うま。いやー、あのマシュー粉、あんな綺麗なマシュー粉ブルー見せられちゃったらね、もうお手上げですよ。本当に綺麗だった。もう本当に最高。そして初めて口にしたね、エゾシカ肉、全然想像と違う。もうね、もうちょっと硬いのかなと思ったら柔らかいし、臭みがあるのかなと思ったら全然ないし、味付けも最高だったしね、ご飯もりもり進む味付けでした。もうね、本当に今日はね、最高な一日でした。はい、それでは最後に一言いきます。鹿肉食べて心を豊かに。楽しかったでしょう。ここ北海道
特に道東に来たら一度は行ってみたかった湖、それがね、こちら。その湖は国内最大のカルデラ湖、屈斜路湖。どうですか、圧巻のスケールだと思いませんか。そして訪れた日は湖の上に雲海が広がっていたんです。いやー、ほんと綺麗。ここ三幌峠から見下ろすように眺める屈斜路湖は美空ひばりさんの歌の舞台にもなっている場所なんですね。そんな屈斜路湖、火山活動から生まれた湖だけあって、湖畔には多くの温泉が湧き出ているんです。ということで、この屈斜路湖の温泉全部いただきます。さあ、今回は屈斜路湖にある代表的な露天風呂3つに絞って全部いただきたいと思います。体で食べる露天風呂です。すごい、もうね、屈斜路湖と同化している。これがね、露天風呂というよりも野風呂。すごい。入っていきましょう。いただきます。まず最初にやってきたのは池の湯温泉露天風呂。どうですか、この開放的な露天風呂。その温泉お湯を見てみると、これまた神秘的なブルー青色をしているんです。そしてこの豊富な湯量、それはグツグツグツと湧き出て、その先屈斜路湖に流れているという、もうスケールの大きい温泉なんです。それではこの開放的な温泉、全裸で入ってみます。これ合法ですからね。さあ、この池の湯温泉、入るときちょっと気をつけなければいけません。それは温泉物のせいで足元がぬるぬる滑りやすいんです。いやー、それにしてもこの開放感、空は広いし、目の前は屈斜路湖、雄大すぎ。これはいいと思ったら、あら、カップル来ちゃったよ。おいおい、女の子が来ちゃったけど、まあいいんです、これ合法ですからね。温浴の露天風呂なんで、まあ女性の方はちょっとハードルが高いかなっていう気はします。さあ、この池の湯温泉、お湯が屈斜路湖に流れていく途中、ここ底が浅いんでね、寝湯にしちゃいました。いやー、自由すぎ。スポンポンのポーンだ。お湯は、いやさ、入ってる途中になんかカップルが来ちゃって、どうしようかと思っちゃったよ。女の子来ちゃうもんな、やっぱり露天風呂の混浴だからね。そんなの関係ないからね。まあそれにしてもね、本当に大自然の中のお湯って感じでね、よかったね。すごいよかった。湯加減もちょうどいい。これでね、外の気温がもっと寒かったら、低かったらもっとよかったんだけどね。じんわり汗がかいてね、ポカポカしてます。すごいよかったです。いただきました。ごちそうさまです。さてさて、続いてはコタン温泉露天風呂というところにやってきました。これもね、屈斜路湖に、面した温泉なんですけど、いや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 、すごいね、これまたハードル高いね、これ。さあ、続いてのハードルの高い温泉、それはコタン温泉露天風呂。この温泉、小ぶりな露天風呂なんですけど、ほら、岩を挟んで右側が男性、左側が女性という、仕切りはあるんだけど合ってないようなもんじゃん、これ。すごいです。女性の方はやっぱりこれハードルが高いかな。その温泉、先ほどの池の湯よりちょっと厚めかな、40度、41度ぐらいあんのかな。そしてお湯に浸かると目線がもう屈斜路湖、目の前が壮大な景色で、もうここいいじゃん。それより何より、この浴槽狭いんで、他のお客さんと距離感が近いんです。なので会話が自然に弾んじゃうんですね。こういう温泉来る人たちって、まあみんな共通してるんですね。お湯巡りしてるんです。僕はバイカーのお父さんとくっちゃべりました。やっぱりバイクで温泉巡ってるそうです。さあ、このコタン温泉露天風呂、感想はマジうま。ごちそうさまでした。もう目の前は屈斜路湖、大自然の中のお湯なんだけど、
まあその前に行った温泉よりもなんか石造りでちゃんとしたもう露天風呂っていうねしっかりした温泉でした。途中から入ってきたバイカーのお父さんとくっちゃべったりしてね、まあなかなか楽しい時間でした。はい、では次の温泉をいただきたいと思います。さあ続いてやってきたのは屈斜路湖にある和事半島の入り口。大きな駐車場や綺麗な建物もあってちょっと前の2つとは雰囲気が違うんです。さあさあさあ今度の温泉は和事温泉です。いやどんな温泉なのかね楽しみです。はい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 、ここねキャンプ場なんだ。でキャンプ場に分かんなかったらただの池だ。すげえなこりゃさあただの池の正体、それはこちらは、これは屈斜路湖なんです。皆さんキャンプしています、大勢人がいるんです。温泉はというとその反対側、このひっそりとねこちらにあるんです。これが和事温泉露天風呂。その温泉手をつけてみると結構厚め。それよりもですねちょっと問題があったんです。あのさちょっとねハードル高すぎっていうのはね、キャンプ場で人も多い上に、まあ、ちっちゃい子供も何人かチャパ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 してんのね。でそこに全裸のおじさん、おじいさんね、もう主みたいな人がちょっとね喋りかけたら怖いの。なんかもうすんげえ怖いので、子供がちょっとチャパチャパするだけで、ここプールじゃねえんだから泳ぐなみたいなこと言ってね、もうなんかねめんどくさそうなんでもうやめました。ということで、屈斜路湖の露天風呂全部いただけませんでしたけど、ここで泣きのおかわりもう一杯、先ほど言った池の湯温泉と古丹露天風呂、このどちらかを決めたいと思います。それでは行きます。池の湯温泉決定。さあ泣きの一杯おかわり一杯は池の湯温泉に決まったんだけども、これね古丹であろうと池の湯であろうと、もうこの時間午後4時回ってきたんでね、夕日が綺麗だと思うんですよね。露天風呂入りながら夕日見たいじゃん。ということで池の湯温泉アゲイン。どうですか、もう想像通り夕暮れ時なんです。僕の大好きな夕日、その夕日を見ながら入る露天風呂、もうそれだけで最高なんだけど、もう一個追加しちゃいます。すいません、一杯いただきます。最高です、最高です。ノンアルです。あ、ノンアルノンアルです。車なんで持ってくのが正解だな。分かってらっしゃる。屈斜路湖で露天風呂、沈む夕日にノンアルビール、最高なんですが、ここで一つ思ったんです。温泉と湖、温冷交互浴できんじゃねーと。これはぬるいぞ。すごいすごい、ここはね水風呂だ、もう完全に水風呂。いやすごいすごいいや夕日が山の向こうへ消えてきましたね。屈斜路湖の、の風呂露天風呂全部いただけませんでしたけど、まあ最後にね、ここ池の湯温泉でお湯に浸かりながら、夕日を見て、そしてノンアルビールを飲むと、最高の一日の締めになったと思います。さあ今回の屈斜路湖の温泉全部いただきます。和事温泉一つだけ入れなかったんで全部制覇とはいきませんでしたけど、最後に一言いきます。温泉入って心を豊かに、楽しかったでしょう。
おはようございますということでですね、今はですね釧路の駅前にいます。今日はですね一度乗ってみたかった釧網本線に乗って網走まで行きたいと思います。さあ私食べるトミー一度乗ってみたかったんです。釧網本線に乗って網走まで行く列車旅、旅のスタートは釧路駅。釧路駅を発車すると列車は北上し、途中日本最大の湿原と壮大な蛇行河川、そう釧路湿原駅を通過します。さらに列車は北上し、日本最大のカルデラ湖屈斜路湖と神秘の湖摩周湖の間を通過。さらに北上を続けると列車は知床斜里駅から西へ向かって走ります。そうです、オホーツク海沿いを右手に見ながら一気に網走駅まで走り続ける。その距離約170キロ、3時間の列車旅なんです。さあ旅のスタートは釧路駅。明治34年に開業した JR 北海道の駅は、昭和36年に建てられた駅ビルが今も現存する最後の民衆駅なんです。その駅舎を眺めているとなんだか懐かしい感じがしてくるんですけども、そんな味わい深い釧路駅から乗る列車は8時57分発網走行き快速知床摩周号。期待に胸を膨らませいよいよ乗車です。さあ列車に乗り込むと進行方向へ向かって左側の席を確保します。これ理由があるんです。それは後ほどご紹介するとして、いよいよ列車が走り出しました。定刻通り8時57分網走へ向けて約3時間の列車旅です。さあ釧路駅を出発した列車は途中いくつかの駅に立ち寄ると、いよいよ北海道らしい景色を見せてくれます。まず最初に顔を見せたのは岩ぼっき水門。人工河川である新釧路川と釧路川の分岐点にある水門は存在感抜群。その水門を過ぎるといよいよ日本最大の湿原と壮大な蛇行河川が特徴の釧路湿原が顔を出します。あ、そうそう、進行方向へ向かって左側の席を確保した理由、それは蛇行河川を見るためだったんです。一度乗ってみたかった釧網本線、その釧網本線の車窓から見る釧路湿原、これも僕が見てみたい景色だったんです。そんな釧路湿原はカヌーやカヤックなどのツアーが人気なんだとか。さて釧路湿原駅を通過すると進行方向へ向かって右側の席へ移動します。これも理由があるんです。さあ列車は東路駅まで来ました。釧路駅を出発して約30分が経過しています。さあ進行方向へ向かって右側の席へ移動した理由、それはシラルトロ湖を見るためだったんです。このシラルトロ湖、釧路湿原国立公園内にある淡水湖で、春と秋にはシベリアと行き来する水鳥を見ることができるんだとか。そんな水鳥たちは顔を見せませんでしたが、壮大な景色が印象に残りました。さあ壮大な景色の後は駅弁食べます。実は乗車前、釧路駅で有名な花咲カニ飯を購入していたんです。そんな花咲カニ飯、外箱を開けると
鮮やかな顔を出しました。どうですか、オホーツク海近海で獲れる花咲ガニのほぐし身が茶飯の上に散りばめられているじゃありませんか。そして色鮮やかな錦糸卵、一緒に食べます。いただきます。すると一口食べただけでわかるんです。それは優しい花咲ガニの甘みと風味がふわっと口の中に広がるんです。もうこれだけで幸福感に包まれます。釧網本線に乗って広大な北海道の景色を見ながら食べる駅弁、これやってみたかったんです。そんな駅弁が美味しかったらこれ優勝です。もうお手上げ万歳。最後は勢いよくかき込んで食べます。いや本当に美味しいじゃん、カニ飯弁当。ごちそうさまでした。さあ今回初めて食べた駅弁の花咲カニ飯、とっても美味しかったです。特うま。さあ列車は真州駅を出発すると、駅弁を食べたせいか眠気に襲われます。釧路駅を出発してここまで約1時間半、ちょうど中間地点の川湯温泉駅まで来ました。川湯温泉、まるで温泉に入った後のような眠気にまだまだ襲われているんですが、車窓からは北海道らしい豊かな緑の景色、そしてその向こうに見えるのは日本百名山の一つ斜里岳。いやー本当に清々しいいい景色、寝てる場合じゃないんです。さあ列車は知床斜里駅まで来ました。釧路を出発して約2時間ちょっと、残りもわずかです。さあこの辺りからいよいよ眠りから目を覚まします。列車は斜里川を通過し、いよいよオホーツク海へ。どの景色も印象に残る釧網本線の列車旅、最後は右手にオホーツク海を見ながら一気に網走へ向けてラストスパート。やっと着きました。朝の9時に、釧路駅を出て、もうねお昼の12時近いです。11時55分ぐらいね、約3時間かけてここ網走に到着しました。というわけでね、車内で、釧路駅で買ったカニのお弁当、カニ飯食べたんでね、締めの駅弁はねここ網走で、食べたいと思います。というわけで向かった先は網走駅構内にあるこちらのお店。
網走駅の駅弁といえば、釧路駅の駅弁に続いてこれまたカニ飯が有名。その駅弁のカニ飯、なんと弁当ではなく普通の飲食として食べられるんです。そんなカニ飯、お弁当ではないカニ飯は晩酌セットを頼んでみました。それがこちら。どうですか、カニのフレーク、そしてその上には錦糸卵、椎茸の甘露煮、昆布の佃煮が乗っています。さらにイクラとホタテ、さらにこれ熱燗と思いきや、まあこれは後ほど紹介します。そして晩酌セットなんでビールがついてくるんです。約3時間の列車旅、疲れを癒すこの一杯、お疲れ一杯です。いやー、胃に染み渡る、おいしい。さてこの晩酌セット、全体の絵柄はこういう感じなんですけども、薬味の海苔を振りかけて食べてみたいと思います。その海苔とカニフレーク、さらに昆布の佃煮、そしてご飯、一緒に口元へ持っていくとふわっと広がるカニの風味、そして佃煮の甘みが口の中を襲ってくるんです。このカニフレークの味、どちらかというと薄味なんです。これカニ本来の味と風味が味わえるんです。さあ今度はホタテとイクラを乗せてみます。ここ網走の森屋商店、カニ飯以外にもホタテ弁当やイクラは主力のお弁当の一つですからね。そんなカニ飯、ホタテ、イクラ、一度に味わえる、これ本当に贅沢。そんなカニ飯半分ぐらい食べたところで、先ほどのこのおかんみたいなやつ、これ実はお酒じゃなくだし汁なんです。お店の人に半分ぐらいまで食べたらこのだしかけて食べてねって言われたんでね、その通りやってみます。さあまるでお茶漬けのようなカニ飯、一口食べるとわかるんです。それはだし汁の塩分、さらにイクラやホタテ、しいたけや佃煮の甘み、これが口の中でうわーっと広がるんです。これ本当に美味しい。なんだこの食べ方、反則じゃないか。さらに温かい食べ物や飲み物ってなんだか疲れを癒すような気がしませんか。そして最後はビールを一気に飲み干すという、いやー、網走について最初の食事がこのカニ飯でよかった、本当に幸せ、優勝です。トークマ、さあ今回の食べる釧網本線の駅弁いかがだったでしょうか。釧路駅で買った花咲ガニのお弁当、花咲ガニ結構貴重ですからね、これを駅弁にするという贅沢、そしてここ網走駅に着いて、食べる駅弁と思いきや、その駅弁をねお店で食べられるっていうのがね良かったですね。これね駅弁だと出汁はついてこないと思うんですよ、ね、その出汁をかけて食べるっていうね食べ方、これねすごく美味しかったですね。それでは最後に一言いきます、駅弁食べて心を豊かに、楽しかったでしょう。いやいや本当に楽しい列車旅でした。網走の駅前にいます。ここ網走といったらね、皆さんどういうものをね食べるんですかね。一個やってみたいものがあるんです。さあ網走でやってみたいこと、それは地元のスーパーマーケットへ行って鮮魚を購入すること、そしてそれをホテルで食べることなんです。ということで向かった先は網走川沿いにあるフードマスターベーシック。早速ちょっとこのベーシックスーパー見てきます。ということでね、今ね買い物を終えてきました。これからホテルチェックインして、ちょっと早めの夕飯にしたいと思います。さあ今回網走で利用するホテルはオホーツクイン、標準的なビジネススタイルのホテルで、外観から見ると昔から存在するようなホテルですね。さあ予約したのは一人旅なんで標準的なシングルルーム、自社サイトからの予約も可能ですが、僕はポイントを使いたかったので楽天トラベルで予約をしました。さてどの部屋を割り当てられるか、それは時の運、
しかし窓からの眺めこれいいじゃない。まあ目の前が網走川、そしてオホーツク海が見えるってことでね、もう全然いいんじゃないですか。今回はここ網走で、お世話になることになります。このホテル大浴場もサウナも水風呂もあって大満足。一っ風呂浴びたら食事です。先ほどスーパーで買ってきた、食品今からいただきたいと思うんですけどもね、その前に網走といったら網走ビールで乾杯です。ちょっとさ、すごいよこれ、ビールの色が青、ほらね、すごい流氷っていうぐらいだから、この流氷をイメージしたんだろうね。すごいねこの青いビール、初めてだよ。どんな味するんでしょう、ちょっといただきます。これね、ちょっと分類で言うと発泡酒なんだけど、うまい、あの香りがいい、すごい、なんだろうね、なんでこんなに香りがいいんだろう、すごいなんかね、ホップの香りがすごいして柑橘系の味がする。うん、いやー、青いビール初めて飲みました。まずはこちら、ヤリイカの握り寿司、これが、全部で6缶入って税込み322円。いただきます。うん、いいよ、うまいよ。うん、イカがあっさりした感じ、スーパーのお寿司だったらまあうまいよ。いいね、この網走の人たちはスーパーでこのレベルのお寿司が食べれんだからね。はい、続いてがですねこちら、これがですね北海道産の刺身用タコ足、税込み283円。北海道産って書いてあるんでね、ここ網走なのか根室なのか釧路なのかちょっとわからないんですけども、じゃあこれも豪快にドバドバっと醤油をかけていただきたいと思います。いただきます。ん、あ、噛み切れないこれ、大変これ。うん、あ、うまい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 んだけどね、やっぱりあれだね、食感を楽しむならちゃんとカットして食べた方がいいね。うん、このまま食べるとタコのコリコリとした食感がちょっと楽しめない。うん、良い子の皆さんはカットして食べましょう。はい、続きましてこれはですね、苫小牧産の刺身用むきホッキ貝です。これが税込み318円。もうじゃあ豪快にこのままいきます。もうまな板も包丁もないんで、すげえなこれ、すごいすごいすごいよこれ、ほらほら、すごいでしょこれ。それではいただきます。うん、コリコリ、うん、あ、うまいこれ、うわうまい、贅沢これ。ちょっと待って、これビールだわこれ。ということで今度は網走ホワイトエール、それではいただきます。あ、なんか変わった味する、なんかね、なんだろう、スモーキーな香りする。これうまいね、クラフトビールだよこれ、すげえ。いやーすごいね、なんか発泡酒もついにここまで来たかって感じだよね。網走ビールうまいね、初めて飲んだけど。さて今回飲んだ網走ビール、ちょっと高級感あふれるプレミアムビールもフルーティーな香りが特徴で美味しかったです。さあ今回地元網走のスーパーで購入した鮮魚の数々、安いしうまいし満足です。トクマ、釧路で北海道一周旅行をしている若い男性、まあ多分大学生なのかな、で何を食べてるかね、ちょっと聞いてみたんです。そしたら
ラーメンばっかり食べてますって答えたんですよ。そういう旅もあるんだと思ってね、面白いなと思ったんですけど、ここ網走でなんか美味しいラーメンないのかなと思ってね、Google で探してたんです。そしたら面白い名前のラーメンをねちょっと見つけちゃったんでね、今からそのラーメン屋に行きたいと思います。ということで向かったお店はラーメンだるま屋網走店。お店の名前だけだとまあ別に面白くはないでしょ、普通なっていうかありがちなっていうか。面白いのはメニュー、ラーメンの名前。ほらほら見て、ドロラーメンって書いてあるでしょ。これ一番人気のラーメンらしいんです。さあ名前がそそるラーメン、ドロラーメン、その正体は。ほらどうですか、どうなのよ。やっぱりちょっと特徴的な感じがするんですけど、これがドロドロドロ、まあ泥のように見えるっちゃ見えるけど、まあ見えないっちゃ見えないという、まあちょっとよくわかんないんですけど、これ醤油ラーメンなんです。それでは気になる泥ラーメン、まずはスープからいただきます。するとですね、これね、あららら、うまいんです。何がうまいってね、濃厚な味わいが口の中に広がるんです。そんでもって味はこってりなんだけど、舌触りというかですね、この口の中あっさり感も広がるんです。ちょっと矛盾してるんですけどね、これ本当なんです。さあ麺を見てみます。いいです、ちょっと縮れてます。この濃厚なスープに麺が絡まるんです。もうこんなのうまいに決まってんじゃん。もう持った箸が休まらないとはよく言ったもんだけど、誰か俺の右手を止めてくれ、止めてくれ。さあ醤油ベースの濃厚スープ、これ思わずご飯食べたくなるんです。ということでちっちゃいライス頼んじゃいました。今では珍しいたくあんもついています。昔は日本の食堂よくたくあんがついてたと思うんですけど、最近見かけないですからね、これ貴重です。さあそんなご飯食べたらいきなりやっぱりスープ口に入れたくなる。ご飯とスープが混ざり合う、そして麺に海苔、これ家系の食べ方、僕大好き。これ濃厚スープ、麺に絡みつく、そして海苔の風味、トリプルパンチ、もう強烈、美味しい。さあさあさあ今度はチャーシューいきます。このチャーシュー、まあどちらかというとちょっと固めな感じ、しっかり食感のチャーシュー、肉肉しさがあるんでね、これ食べるとご飯行きたくなるんです。チャーシュー食べてご飯食べて、そしたらねやっぱりスープ行きたくなるでしょう。ご飯、チャーシュー、スープのトリプルパンチ。いやお客さん続々入ってくるし、僕入れたタイミング良かった、本当に良かった。さあ今回食べた泥ラーメン、感想はもちろんガチうま。いや何あの泥ラーメン、いやすっごいね、めっちゃうまいじゃん、何あれ。いやちょっとびっくりしたんだけど、あのね、まあ、ちょっとどうでもいいんだけどね、今日金曜の夜なのよ。で、これ、網走の繁華街だと思うんです。人がいないんですよ。みんな、どこに飲み行っちゃってんのかね。どうなってんのかね。大丈夫かい、網走。美味しいラーメンに心がほっと、網走の夜が過ぎていきました。はい、おはようございます。網走の朝を迎えてるんですけども、日常にですね、あまり関わりがなくても旅先で必ず行ってしまう場所、それはね僕の場合神社仏閣なんですよ。でここ網走にもあるんです、網走神社が。ということで網走神社の入り口参道を見てみると、あるのは神社じゃなくて郵便局。どういうことでしょうこれ。まあ、一応お辞儀をしていきますか、道の真ん中ですけどね。はい、帽子を取って一礼して鳥居をくぐるとこういう感じですね。それでそれで、あの大鳥居からずっと歩いてきてまだ続くんです。全然神社は出てこないんだけども、次に出てきたのが線路、踏切。この線路がですね、僕も釧路から乗ってきた釧網本線の線路なんです。それでね、神社へ向かう前にこの線路を走る釧網本線と
その後ろに鳥居っていうね、その写真を一発撮りたいなと思って、ここで待機します。お、来た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 。さあ、かわいい一両列車の釧網本線、そしてその奥に鳥居が映るというこのツーショット、わかるかな。ということでやっと着きました。向かった先は網走神社。初めて歩く網走の町、その網走の町にご挨拶も兼ねてお参りしていきましょう。網走の夜です。ということでね、これから夕飯を食べたいと思うんですけども、もうズバリ焼肉食べます。ということでね、久しぶりやってみたいと思います。北海道で焼肉といえばジンギスカン。いや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 、実はあれもあるんです。ということで向かったお店は焼肉力3代目。僕、北海道で焼肉といえばジンギスカンだと思ってたんです。まあそれも間違いじゃないと思うんですけど、牛下がり食べてみたかったんです。さあ、このお店 Google マップで探しました。直感です、多分美味しいです。さあさあさあ、まずは乾杯一杯レモンサワーからいきます。旅の疲れを癒すこの一杯、まずは僕の大好きなレモンサワーからいきます。いやー、レモンサワーって全国どこのお店で飲んでも味がちょっと違うんでね、美味しいし楽しいんです。さあ、卓上にはガスコンロ、カウンター席もあって一人焼肉も大丈夫。そしてこのタレ、ちょっとドロッとした甘めのタレなんです。そこに生姜なんか入れてね、ちょっと味変して。さあ、コンロに火が灯りました。注文したお肉はもりもりセット。見てこの4種類、レバー、ホルモン、それから豚のさがり、そして食べたかった牛さがり、4種類入ってこれ1000円です。さあ、まずは食べたかった牛下がりからいきます。これ当然でしょ。その牛下がり大事に育てて、美味しく育てよう美味しく育てようと念を込めながら焼いていく。いやー、ジュージューいい音だ。そしてタレにつけて食べる。するとどうですか、肉の旨味がうわーっと口の中に広がるんです。さて、この牛下がりとはハラミ、いわゆる横隔膜の中でも除骨に近い部位のことを牛下がりと言うんです。柔らかいし本当にうまいわこりゃ。つうことで次は豚下がりいきます。っていうか豚下がりっていうのもあったのね、牛下がりだけじゃないのね。うん、そんな豚下がり、牛下がり食べた後でしょうか、結構あっさりな感じがしました。さあ、続いてはレバーいきます。僕レバー大好きなんでね、楽しみです。そんなレバー、岩塩をかけて食べることにしました。さあ、表面的には結構しっかり焼けた感じで、中見ると、あ、これ焼けてますね、火取ってます。いや、このレバーうまい、塩味でうまいよこれ。レバーをね、塩味で食べれるってことはね、これ美味しいっていう証拠ですよ。ほんとタレでごまかしてないですからね。うん、さあ、そんなレバーのお供におかわりもう一杯、力サワーブルーハワイ味いっちゃいました。これね、流氷をイメージしたサワーだと思うんですけどね、ブルーハワイでしょ、めっちゃ甘いの。あー、どうなの、僕ねちょっとね甘いお酒あんまり得意じゃないんでね。さあ、続いてはホルモンいきます。どうですか、このコンロの上でいい動きしてるんです。さあ、そのホルモン口に入れると、これ柔らかい、そして塩味が効いてる、うまいよこのホルモン。どちらから来ますか。東京です。まあこのようにちょっと食事が落ち着いてきた頃、店員にね話しかけられました。そして追加の注文をします。その品は牛下がり、おかわりもう一杯です。こ
今回の食べる網走、北海道で食べたかった牛下がり、念願の牛下がり、やっぱりおかわりいかないと。さあ焼けた焼けた下がりが育った、そんな牛下がりにここでライスいっちゃいます。やらけー牛下がりにタレの甘みあれと思ったら、ここでなんか出てきちゃったんです。醤油が育ってきます。これがまだうまい。本当ですか。醤油が育ってくる。すげえ言葉です。そうなんです、店員から出されたのは醤油。この牛下がりを醤油をつけて食べてみてくださいと。そして食べてるうちにこの醤油が育ってくると話すんです。そんな醤油をつけた牛下がりの味、これ肉本来の味を味わえるんです。いやーすごい、醤油と相性合うんだこれ。さあ育った醤油、これこのまま捨てたらもったいない気がするんです。この育った醤油は何かに使えますか。僕はご飯にかけて食べる。ご飯にかけて食べる。卵とかにかけない。このままいいですね。卵かけご飯かけて超ちゃうわ。というわけでご飯食べたばっかだけど、おかわりご飯しちゃいます。いやー育った醤油に卵かけご飯、満腹の満足でしょうこれ。そして念願だった牛下がり、もう噂通り本当に美味しいし、何より安いし、ありがとう。とーくま。いやー焼肉力3代目美味しかったじゃない。でしかもね安いですよ。でね、多分店主の方だと思われるんですけども、うちは安くて美味しいお肉を提供するんだっていうね、そういうコンセプトでねやってるらしいんですけどもね、もうまさにその通り、安くて美味しい、本当に良かったと思います。さ、今回の食べる網走、最後の食事となります。最後何食べようかなと思ったんですけどね、ちょっと食べてみたいね中華料理や町中華があるんで、そこに行ってみたいと思うんです。そしてここ網走といえば映画幸せの黄色いハンカチでしょ、ね、高倉健で締めたいと思います。ということで網走締めの一品はラーメン富新。こちらの富新、網走で50年以上も営業する老舗の町中華なんです。店内に入ってみるとおばちゃんが一人で営業しているんです。いやーいいわこれ、網走の町でこういうお店入ってみたかったんです。そんなおばちゃんが作るラーメン、種類が豊富なんですけど、僕が選んだラーメンはこちら。そうです、バターラーメン。そのバターラーメン、だいたいバターっていうと味噌かと思ってたんですけど、こちらのお店醤油ラーメンなんです。その醤油ラーメン、いわゆる東京の中華そばみたいな油の輝きやスープの透明感、これないんです。これどうなのよと思ったんだけど、これがねうまいんです。野菜の旨味が出てるんです。そっか、スープの濁りは旨味が出てる証拠だったのか。そしてこの麺いいでしょう、ちょっとこの縮れ具合が、ちょっと濃いめな味付けのスープにこの麺がねよく絡まるんです。そしてねこれ麺うまい、なんだこの麺は。そう、この麺の正体、それは旭川の元祖製麺会社加藤ラーメンの麺なんです。この麺を目的にこのお店へ来るお客さんも多いとか。さあ続いてはナルト。このナルトがちょっと今まで見てきたようなナルトとは違うんです。そして食べてみるとなんだかかまぼこのような食感がするんです。続いてはチャーシュー。そのチャーシュー箸で掴もうとするとホロホロホロっとね崩れてしまう柔らかさなので、レンゲで食べてみるんですけど、このチャーシューうまいね。これチャーハンに入れても美味しいんじゃない。さあ続いてはメンマです。そのメンマはまあまあ普通です。まあ普通の美味しさでした。
さあバター、これねあえて溶かさないで残しといたんです。いや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 、そのバターを溶かして麺と絡ませて食べる、また味変してバターの香りがふわーっと広がっていいんです。そしてスープ、これ持ったレンゲが止まらない。誰か俺の右手を止めてくれ状態です。いやーこれうまい、もう本当に美味しいし、美味しいんだけどね、体熱くなってきちゃったんで上着脱ぎます。ちょっと、これビール飲んでもいいですかね。ああ、どうぞ。こう、でっかいのしかないですか、これ大瓶。あ、まあでも嬉しいことですけど、うん、なかなか大瓶って置いてるとこないですもんね。さあ、最後は映画幸せの黄色いハンカチ。網走刑務所を出所した高倉健が一気にビールを飲み干すシーンをやって網走締めたいと思います。しみる。しみる。冷たいぞ。冷たい。うん。大事なシーンなのに喋りかけられちゃったけど、おばちゃんのあったかさに触れたからいっか。そしてラーメンもマジでマジうま。網走ではね、ラーメンを2つ、まあ2店舗食べたんですけど、ね、これがね、ズバリ大当たり。もうね、これだけで大満足だったんですけどね、食べてみたかったね、サガリ、これもね、めちゃめちゃ美味しかった。そしてね、焼肉屋さん、安いです。で美味しい。で人もいいし、うん。今度はね、また網走来ます。もうちょっと決めました。はい。それでは最後、これいきます。いただきます。すげえ、レモンの酸っぱさとジンジャーだね、これは。当たり前か。何を当たり前なこと言ってんだか、旅の疲れで頭が回らなくなってきています。いやいやいや、それでは最後に一言、網走の食事で心を豊かに。楽しかったでしょう。じゃあ東京帰るか。登録。